じゃあ、水田です。今日はですね、かなり、熊本県も寒くなってまして、最低気温がマイナス2度ということで、本当に寒いです。ただ、寒い冬もですね、いろんな楽しみ方があると思います。お休みの日とかに、ちょっと雪が積もったりするとテンションが上がったりしますけども、そういうテンションにですね、持っていくには一番旅行が早いんじゃないかと思うんですよね。適当じゃないかと思うんですね。で、今日ご案内しますのは、兼六園、金沢の兼六園と白川郷高山2日間の熊本発着のツアーです。特にですね、世界遺産の白川郷は1月から3月の時期、雪に覆われている時期が長くてですね、一生に一度は見たい風景の一つに、なってます。1泊しまして、食事付きで、2日目の、お食事とかは飛騨牛のしゃぶしゃぶなどもついているツアーです。価格がですね、4万1990円なので、観光付き、食事付きのプランとしてはお手頃な、価格になっております。ぜひ冬を楽しむ一つの、商品としておすすめですので、よろしくお願いします。